はい、どうも、寺子屋さり、寺子屋さでございます。今回はですね、動詞の概念について、簡単にお話ししていきたいなと思っております。動詞ですね、動詞の種類、基本的に2種類ありますよというところをイメージしてほしいんですが、B 動詞っていうものと一般動詞っていうものがありますよというところですね。で、B 動詞っていうのは何なのかということなんですけど、私は何々ですっていうような表現。私は、こういう存在ですというふうに表すような動詞のことを B 動詞っていうふうに言います。それ以外のことを一般動詞っていうふうに言いますよ。というふうにですね、覚えていただければなと思います。で、そもそも B 動詞って何なのっていうことなんですけども、平たく言えばありのままを表す動詞ということになります。ね、私は YouTuber です。ね、I am YouTuber。私っていうものは YouTuber です。ありのままですよね。今動画を出していて、YouTube に動画を出している人、それ YouTuber ですよね。そういったありのまま。そして見てる人。ね、社会人もいるかもしれませんけど、基本的に学生が見てくれているということです。ね、You are a student。ね、あなたは学生です。ありのままですよね。学生ですよね。学生じゃない人も見てるかもしれないけど、基本的にこの動画を見てるのは、ね、勉強している学生の人だと思います。ということで、そのありのままは表している、表すことができるのがこの B 動詞ってものになります。 Am, is, are の B 動詞になります。で、それをね、小難しい言い方をすると、存在動詞なんていうことをするんですね。その人生、今現在どういう形で存在しているのか、ね、学生として存在しているのか、YouTuber として存在しているのか、ね、いろいろあると思います。そういうことを表す存在動詞っていうものが B 動詞というものになります。で、もっと数式的に言うと、主語イコール保護のイコールの部分を表すのがこの B 動詞っていうものになります。ね。私は、あなたは、ね、主語、あなたは、you、イコール、are、ね、何々、student、ね、あなたは学生ですというような方程式を作る、イコールの部分がこの be 動詞っていうものになりますよというところを頭に入れておいていただければなと思います。次にですね、一般動詞の体系なんですけども、 be 動詞以外は一般動詞っていうお話をしましたが、基本的に自動詞っていうものと他動詞っていうものに分かれますよっていうところですね。自動詞、ね、自動詞の字は自分の字ですよね。自ら何かをする。ね、主語が自ら何かをする動詞のことを自動詞っていうふうに言います。ただ、自分で何かを動作するけども、それが誰かの目的になったり、何かの目的になっている、目標になっているってことはないっていうことですね。そういったものを自動詞っていうふうに言います。だから必ずしもその目的、目標、ターゲット、他人がいないっていうのが自動詞です。で、それ以外は他動詞ですってことですね。誰かのために、ね、動作をする、ね、何かを目標に何かをする、これいうのを他動詞っていうふうに言いますよっていうようなイメージ持っておいていただければなと思います。もちろんね、自動詞のように見えて他動詞、他動詞のように見えて自動詞みたいなね、ものだったり、フレーズが自動詞なんだけど他動詞みたいなね、いろんなね、複雑なものがあるんですけども、とりあえず、一般的な概念として、自動詞以外は他動詞だっていうようなふうにですね、覚えていただければなと思っております。はい。で、英語の動詞のね、時間軸っていうのが一番重要になってきますので、覚えておいてほしいなと思っておりまして、基本的にですね、動詞、言い切り文、ため語みたいな、する、しないとかね、今まさに何々しているっていうような状態を表すのが現在を表す動詞というものになります。はい。で、今YouTube を見てますよね。 YouTube を見る、これが現在の動詞です。でも、3日前に、YouTube を見たっていう場合には過去が必要ですよね。ということで、過去が表現されますよ。これは日本も同じです。日本語も同じですよね。過去に何かした。過去っていうのはね、人であればあるわけですよ。ね。前まで小学生でした。が、今中学生でした。ね。今高校ですけども、前は中学生でした。みたいなね、過去があるわけです。そういったことを表すことが動詞の過去形というものになりますよ。というところですね。過去あれば未来もありますよっていうところなんですけども、未来も2種類ありまして、一応ね、近い未来っていうものを表現できますよっていうところですね。今ね、YouTube の動画を見てますけども、この1、2時間後にはお風呂入ってるとかね、1、2時間後には、ね、もう寝ている、1、2時間後には、遊んでいる、1、2時間後には、ね、勉強している、いろいろあると思いますけども、そういった近い未来の表す未来というものを動詞で表現することができますよと。ところですね。次に、大過去っていうものがありまして、ね、
例えば、10代とかであれば過去って言ったらもうね、小学生、中学生ぐらいの過去かもしれませんけども、例えば30代、40代になってきたらですね、40代は今ね、部長です。30代は課長ですね。20代は新卒社員ですみたいなね。それぞれのフェーズによってですね、過去があったりとかするわけです。ね、今社会人だけど前はね、学生だったと。で、学生の前は本当に子供だったというようなですね、過去にもいろんな種類をつけられます。その直近の過去よりもさらに過去っていうものを大過去っていうような形で表現することができますよっていうのが、その英語の動詞の時間軸というものになります。で、まあ、未来もですね、1時間後、2時間後、3時間後、明日、明後日っていうね、近い未来ではなくて、もうドラえもんがいるような100年後、200年後、ね、ファイナルファンタジー10だったら1000年後みたいなね、もう遠い自分が生きてるかどうかわからないような未来を表すような表現ができるのも、この英語動詞の時間軸っていうものになります。はい。これね、現在、過去、大過去、現在、近未来、遠い未来、ですね、を表現できる。こういった英語動詞の時間軸を覚えておくと、まあ、一番難しい動詞のね、表現っていうものが理解していきやすくなるのではないでしょうかというところです。はい。で、まあ、その時間軸のイメージを持ったままで、まあ、進行形というものがありますよと。ね、大過去、超昔からやってる、ね、過去を通してやってるようなものを過去進行形なんて言い方をします。ね、3歳から、ね、10歳までやってたんだよねっていうような過去進行形だったり、ね、3年前から今のね、今現在のちょっと前までやってたよみたいなようなイメージなものが過去進行形っていうものになりますね。で、まあ、昔からやってて今もやっているよっていうものが現在進行形ですね。はい。現在も続けていて、未来もやるだろうというような感じのものが現在進行形。次に、未来進行形。今から、ね、何々に何歳になるまでやり続けるだろう、何キログラムになるまでダイエットをするだろう、みたいなものが未来進行形というものになります。ね、この時間軸から進んでいくようなタイプが3つありますよ。過去進行形、現在進行形、未来進行形。という概念がありますよというところも頭に入れておいていただければなと思っております。でですね、完了形っていうものがありまして、まあ、これもね、複雑ではあるんですけども、まあ、3歳から10歳までやってましたよ、今はもう終わってますよっていうような完了を表すもの、これが過去完了形なんて言い方をします。大過去から過去の間に終わっていること、3歳から10歳の間に終わっていると。あなたは今現在、ね、20歳です。っていうような形であれば、もうね、今大学生なんだけど、3歳から10歳までね、その単元は終わらせてたよ、みたいな、ような表現ができるのが、この過去完了形です。で、現在完了形というのは、過去からやっていて、今まさに、今この動画を見てるときに終わった、ような表現が現在完了形。そうね、さっきまでやってたんだけど、今ね、やっと終わったんだよ、みたいなものの言い方が現在完了形というような形になります。で、今やってるんだけど、あと3年後にはこれは終わりますよ。ね、YouTube もね、あと何年続くかわかりませんけども、YouTube もね、5年後に、10年後に、終わる可能性がある。もしくは引退する可能性がある。ね、そういった、3年後には僕はもう YouTuber をやっていません。やめますっていうような表現をするのが未来完了形っていう形になります。はい。こういうね、進行形完了形という概念もあるんだなっていうことを頭に入れておいてください。あとはそれはどういうふうに表現するのかっていうところもですね、きっちり、個別の動画でやっていこうと思っておりますので、ぜひね頭に入れておいていただきたいなと思っております。で、最後にですね、時間軸とその動詞のニュアンスっていうものをですね、イメージしておいていただきたいと思っております。まあ、現在形の動詞っていうのは基本的にタメ口なイメージを持っていただきたいなと思っております。ね、同級生、同年代の人に対して、なんか敬語っていうよりも、なんかタメ語を使いがちだと思いませんか？はい。大人になってくると、同年代でも同級生でも敬語を使うことっていうのは増えてくると思うんですけども、基本的に学生のうちだと、お、同年代じゃん、だとタメ語で話そうぜみたいな、そういうようなニュアンスを持つのがこの現在の動詞というものになります。よろしいでしょうか。はい。で、
英語には、敬語がないなんて言い方をしますけども、丁寧語は一応あるんですね。まあ、それを表現すると、方法が、まあ、過去形ですよと。まあ、この右側が、どんどん主張が強くなっていく、前のめりになっていくようなイメージを持っていただいて、左側がどっちかというと、自分、あれなんで、みたいな、譲歩していくようなイメージ。ちょっと後ずさりするような、ね、恐れ多くて後ずさりするようなイメージで下がっていくっていうようなニュアンスを持っておいてほしいんですね。まあ、譲歩、ね、そのままです。歩みを、ね、緩める、譲る、お先にどうぞって一回止まってね、どうぞっつって、自分、自分の方が若いんで、先輩の方が年上なんで、どうぞどうぞみたいな、ね、先にどうぞ、先輩が先にどうぞみたいな感じに譲っていく。まあ、これをですね、もっと言い換えれば、まあ、丁寧、敬意を表すようなニュアンスになっていくというようなイメージ。と、まあ、基本的な動詞で丁寧、敬意っていうのは少ないかもしれないですけど、まあ、助動詞っていうもののフェーズになった時に、ちょっと丁寧な言い方。Can I take a back? ね。カバン持ってくの?みたいな。Could I take a back? みたいな感じで言うと、カバンは、袋の中に入れてもいいですか?みたいな、丁寧な言葉になるみたいなね。そういうようなイメージ。で、あと未来っていうものね。未来のものに関しては、基本的には提案のイメージしてください。今、現在悪い状況を、に提案してもっと良くしようっていうようなイメージ。そう。こういうふうにした方がいいと思うんですよね。っていうようなイメージ。で、かつ自分が未来に対して行う動作っていうものは意思がありますよと。自分はこうしたいんだと。ちょっと強めなね、意味がある will っていうのは。自分はこうしたい。こうすべきだ。みたいな形のね、イメージを持つのがこの will というものになります。そう。そうね。未来だとちょっと意志が強めなイメージ。過去形だと、ちょっと丁寧、敬意を払って、自分を出さずに、主張を控えめにする。そういったイメージを持っていただくと、その英語のそのニュアンスというものが分かりやすくなってくるのではないかなと思っております。はい。ということでですね、今回は動画のガイドについて、動画じゃない、動詞のガイドについてお話しさせていただきました。もしこの動画がためになったという方は、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。